やってるじゃないですか。だから武術としての見方としては相手の方を意識するんですよ。今やろうとするときは相手のベクトルがこうかかってるからぶつかり合うようになって、ここから行けばベクトルがずれるんです、うん、だから上がるっていう発想なんですよ。だから自分の方のここのコアを利用するっていうのも体の使い方なんですけど、相手の方を意識する、引っ張ってみてください。その時のこの感覚を覚えてる。それで同じように引っ張るじゃないですか。で、はい、さっきより強く引っ張ったけど耐えてる。二人一組で。さっきの全然違う。それも大事なんですけど、そこまで行き続けて踊ることとかできますよね、うん、武道とか戦ってる時に、背骨の横打ちのやられますから、それは覚えて忘れないといけないです。でその後の手の誘導法なんですね。するとね、もう180センチ、100キロのお子さんが暴れています、うん、でお母さんが話しかけてきて、毎朝骨が折れそうになるんです、どうしたらいいですか。それを逃げると家中の穴だらけになります、うん、いうような話があって、そうすると力の差を埋めないといけない。でイメージを使った力の使い方っていうのは、実は障害のある子どもたちとか方々っていうのはもうすでにやってたりするんですよ。先生100キロになって、お母さん4、50キロぐらいしかない、で年齢差もあります。するともう同じマックス使ってたらやっぱり筋力が強くなる。でどうするかっていうのは、こっちは筋力を下げるしかない、言って全く別の原理になります。これは私がこの人に下げようとした時に、ここで別じゃあ、体操するわけですよ。体の動き、反応が遅れます。このタイムラグの部分に食い込みます。で、しんどい。で、今度、こうやって、回転現象が起きます。これは。おー、はい、
で、それを車軸の軸をこうやってやつ、スパッと投げるスパッと投げる全然楽なんですよ。こう投げるスパッと、それを簡単に返すんですよ。もうないわけですよ、距離が取れるスピードが。そうすると体の中で作るようにします。自分健康をねじるわけです。でここのやつを解放して、ここもわかりやすいパンマイルみたいな感じで、こっちから、うん、ちょっと距離がなくても、この中